どうも、にゃんにゃんクリーパーです。私ですね、ヤフオクとかメルカリとかの、まあ、フリマ関係とかやってたりもするんですけれども、まあ、その関係で、宅急便コンパクトの専用ボックス買うことがあるんですが、皆さんこれ、ね、ちょっと厚みがあるやつを送るときとかいいと思うんですけれども、実際買うとき、何枚買ってます？1枚2枚買うのはいいんですけれども、はい、これ私セブンイレブンでよく買ってるんですが、これ2枚以上あじゃなくて3枚以上買っちゃいけないんですよ。はい、なんでかってわかります？わかる人はわかると思うんですけれども、ごめんなさい、これもセブンイレブンだけがそうかとは限らないんですが、買うときは2枚買ってください。2枚っていうか2つですね。買うときは必ず2つ。で、3つ以上を一度に買わない。これはなぜか。はい。1つ70円なんですね、税込みで。で、2つ買えば140円なのは当たり前なんですけれども、じゃあ3つ買ったらいくらなんだ？はい。210円じゃないんですよ。はい。プラス1円されてしまうんです。わかります？消費税です。はい。消費税の計算方法の関係で、2つまでだったら、そのまま140円で買えるのに、3つ以上買うと、さらに、消費税、プラス1円かかってしまうということがありまして、はい。これ、知らない人はね、3つ4つ一気に買うと思うんですが、もったいないです。あ、いや、たかだかね、1円2円の話なんですけれども、はい。私ね、店の人に、前もって聞いたんですよ。これ、3つ買ったらいくらになります？店の人はね、ここに70円、プラス税、カッコ税込みって書いてあるから、当然210円ですって当たり前のように言うんですよ。じゃあレジかけてみてくださいよと。はい。もう当然ね、211円になってるから、これあなた間違えてるでしょって、そういったことがこの間ありました。はい。ね、これわからない人は本当、わからない人っていうのも気づかない人はね、1円損しちゃってるので、買うときはもう買い、2つ買ってください。3つ以上買うのはちょっと NG というか、少しもったいないです。たった1円でも積み重なればね、はい。まあ、ケチくさい話かもしれませんが、宅急便コンパクトの箱、買うときは、2枚まで、一度に2枚までということで、買うのが、効率的な、はい、方法だと思っておりますので、はい、あくまでご参考までに。他のコンビニだったら違うかもしれません。はい。そのお店によってね、計算方法違う可能性もなきにしもあらず。ということで、以上、にゃんにゃんクリーパーでした。